アイテム番号 SCP-366JP オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル SCP-366JP にはカバーストーリー老朽化による改修工事が適用されます。一般人が SCP-366JP を昇降しないよう侵入可能箇所は鉄柵で封鎖され、かつ赤外線センサーにより24時間監視されます。SCP-366JP 付近には近隣住民に扮した担当職員を2名以上駐在させてください。万が一侵入者が出た場合、担当職員は10分以内に SCP-366JP 内へ入りイベントを中止させ、クラス A 記憶処理を行った上で侵入者を解放してください。説明。SCP-366JP は、岐阜県、市の住宅街に存在するコンクリート製の階段です。1956年には同地点に18段の階段が設置された旨の公的記録が残っています。1960年8月下旬に発生した近辺住人の連続失踪事件が元となり異常性質が発見され、財団の保護下に入りました。現在、階段は42段になっています。人間が一人で SCP-366JP を登ろうと足をかけると、SCP-366JP の最上段には一体の人型存在。以下 SCP-366JP。1が出現します。1 SCP-366JP1 は見る者が幼い頃3歳12歳頃に交流のあった同世代の友人らしき姿を取ります。 SCP-366JP1 に出会った人間は相手が幼馴染の姿だと認識できるにもかかわらずいずれも顔は暗くてよく見えなかったと証言しています。またそれ以外のものにも、同様の存在として認識されます。出現に時間帯や天気は関係しません。SCP-366JP-1 はどの事象でも、衣服や身体がすすをこむったように薄黒く汚れており、また必ず黄ばんだ巾着袋を所持しています。巾着袋の中身を確認する試みには成功していません。出現した SCP-366JP-1 は、出会った人間の元まで降りてくると、グリコゲームをしようと誘います。これは日本国内で普及する、じゃんけんを用いたゲームです。グーで勝てば、グリコ、チョキで勝てば、チヨコレイト、パーで勝てば、パイナツプルの文字数だけ階段を登ることができ、最初に階段を登り切った者が勝者となります。前述の基本的なルールは全国で共通していますが、ローカルルールが少なからず存在し、SCP-366JP-1 は相手の出身地やゲームの理解度に合わせてルールを変更します。SCP-366JP-1 がどのようにして挑戦者の幼馴染の容姿を取り、ゲームの理解度などを把握しているかは不明です。挑戦者が勝利した場合、SCP-366JP-1 はそれを褒めたたえます。そして、挑戦者の隠しておきたいものを一つだけ、何者にも明らかにならないよう秘匿することを約束します。SCP-366JP-1 はこれを、おまじない、と呼んでいます。おまじない、は口語による呪術的なもので、以下のような言葉です。うつせに、うぬつひ、へめと、うぬつひ、つやひ、うつせ、に。おまじない、をかけられた秘匿対象は、物理的であれ概念的なものであれ、挑戦者を含むすべての人間に認知されなくなりますが、その効果は不完全であるか、極めて粗雑なものです。効果は挑戦者が死亡するまで続きます。おまじない、を唱えた後、SCP-366JP-1 はその場から消失します。挑戦者が敗北した場合、不正を行おうとした場合、また SCP-366JP-1 に何らかの危害を加えようとした場合、
SCP-366JP。1は落胆した様子を見せ、挑戦者の手を引くと最上段まで登っていきます。挑戦者は最後の段に足を乗せる段階で身体を変形させ、SCP-366JP の新たな段として組み込まれます。3。一連の動作と変形の間、挑戦者は未知の力により身体を操られ、自発的な行動はできなくなります。新たに加わった段は、見た目こそ他の段と相違ありませんが、調査した結果コンクリートと共に 12% ほどの人の体組織が含まれていることが判明しています。また段が増えたことによる SCP-366JP の全体の長さは測量上変わっていないため、現場に何らかの空間異常が発生していると考えられます。SCP-366JP の一部となった挑戦者が人間体に戻った例は現在まで確認されていません。一連のイベントは平均して15分程度、最短で11分。ですが、SCP-366JP-1 は挑戦者の幼少時代の話を主にした雑談も積極的に交わそうとするため、現在確認されている最長時間は約65分です。SCP-366JP を下るときには、一連のイベントは発生しません。また、ゲームの勝敗がつくまでに SCP-366JP 内に別の侵入者が現れた場合、イベントは中止され、SCP-366JP-1 はその場から消失します。勝敗が決まった後は、SCP-366JP の侵入可能地点に不可視の壁が発生し、挑戦者が完全に SCP-366JP の一部となるまで他者の侵入が不可能となります。挑戦者が、グリコゲームを知らなかった場合、また日本語を介さない場合でも SCP-366JP-1 は挑戦者の母語を流暢に操って熱心にゲームルールを教え込みます。実験記録366。記録366-01、1960年9月8日。対象、B クラス職員、日本人、男性、を、挑戦者、とし実験。実施方法、挑戦者に録音装置と発信機、無線を取り付け、一人で SCP-366JP へ登らせる。研究チームは SCP-366JP 再下段から10メートル離れた地点より状況を観察する。結果、SCP-366JP-1 は挑戦者が10歳頃に親しかった男子同級生の姿を撮って現れた。観察していた研究員にも同様の姿で目視された。ゲームの末挑戦者は敗北し、SCP-366JP-1 に連れられ最上段まで登った後新たな階段、計2段、へと身体を変形させた。挑戦者は登る間自身の身体が操られているようであることを無線で報告。変形の際は苦痛の声を上げ、SCP-366JP-1 にやめるよう懇願していたものの、SCP-366JP-1 はそれらに応じなかった。ほい。SCP-366JP-1 が姿を変えた人物は実験当時には成人し、会社員として生活していた。本人や周辺関係者への後日取材により、SCP-366JP-1 出現時会社へ出勤していた本人に異常性は見られなかったことが確認されている。記録366-04、1960年9月20日。対象、B クラス職員、日本人、女性、を、挑戦者、とし実験。実施方法、全記録と同様。挑戦者に録音装置と発信機、無線を取り付け、一人で SCP-366JP へ登らせる。研究チームは SCP-366JP 再下段から10メートル離れた地点より状況を観察する。結果、
SCP-366JP。1は挑戦者が7歳頃に交流していた実家近所の男子児童、当時13歳の姿を撮って現れた。ゲームの末挑戦者は勝利。SCP-366JP。1は挑戦者の隠しておきたいものを尋ねた。研究員が無線によって指示した内容、挑戦者の使用する歯ブラシを伝えると SCP-366JP-1 はこれを君自身の願うものではないからと拒否。挑戦者は代わりに私の顔のそばかすと答えた。 SCP-366JP はおまじないを唱え消失した。直後、挑戦者の顔からはスズメ卵まだらがなくなったが、同時に鼻孔と右目も消失した。鼻呼吸ができなくなった上、視界不自由による平衡感覚の異常に見舞われた挑戦者は、その場でパニックとなり階段を踏み外し、最下まで転落して全身を強く打撲した。ほい。当該 D クラス職員も終了させた後、スズメ卵村と尾行、右目は再発現した。SCP-366JP-1 が姿を変えた人物は3年前に交通事故で孤人となっていた。記録366-06、1960年10月1日。対象、D クラス職員、日本人、男性、挑戦者、都市実験。実施方法、挑戦者には、勝利した場合、おまじない、を拒否するよう事前指導した。全記録と同様、挑戦者には録音装置と発信機、無線を取り付け、一人で SCP-366JP へ登らせる。研究チームは SCP-366JP 再下段から10メートル離れた地点より状況を観察する。結果、SCP-366JP-1 は挑戦者が8歳の時に交流していた男児、当時6歳の姿を撮って現れた。ゲームの末挑戦者は勝利し、SCP-366JP-1 は挑戦者の隠しておきたいものを尋ねた。挑戦者が事前指導に従い申し出を拒むと SCP-366JP-1 は落ち込むような素振りを見せ、本当に良いのかと何度も確認した後、僕はずっとずっと待っているからね、と告げ消失した。ほい。実験後、挑戦者は、子供のすすり泣くような、ぐずつくような声が絶えず聞こえる、と幻聴を訴えた。クラス A 記憶処理をしたものの幻聴は消えず、実験から2日後には、子供につけられている気がする。あいつは俺をずっと見ている。と報告し、精神科医の診察中でも時折悲鳴を上げては背後を確認するなどひどく怯える素振りを見せた。翌日、寄宿舎からの脱走を試みたため終了された。記録366-07、1960年10月7日。対象、D クラス職員、日本人、男性、を、挑戦者、都市実験。実施方法、挑戦者が勝利した場合に備え事前に、自分の声、の秘匿を願うよう催眠指導した。全記録と同様、挑戦者には録音装置と発信機、無線を取り付け、一人で SCP-366JP へ登らせる。研究チームは SCP-366JP 再下段から10メートル離れた地点より状況を観察する。結果、SCP-366JP-1 は挑戦者が9歳の時に同じクラスだった同級生女児の姿を撮って現れた。ゲームの末挑戦者は勝利し、SCP-366JP-1 は挑戦者の隠しておきたいものを尋ねた。挑戦者は事前指導に反し、俺自身、と答えた。SCP-366JP は、おまじない、を唱え消失。
挑戦者は他者から目視できなくなった。ホイ、無線、発信機の通信も途絶したため、すぐに現場周辺の探索が行われたが当該 D クラス職員は発見されなかった。1960年10月17日追記、10月13日、同県、市内の竹林で近隣住民により、死後数日ほど経過した遺体の一部、右耳と両目の欠損した頭部、右手、胴体部分、が発見された。検査の結果当該職員であると確認。その3日後には左手、右足、右耳と左目が隣町の公園の砂場に人為的に埋められたような形で発見された。発見した一般人にはクラス A 記憶処理を実施。依然残りの身体は見つかっていない。今回の実験により、SCP-366JP-1 の前では催眠などの事前の刷り込みが意味をなさないと考えられるため、B クラスを用いた SCP-366JP の実験は無期限停止とする。皆口研究員。ホイ。研究員3名による追加調査中。上から4段目の階段を研究員が踏んだところ、低いうめき声のような音が聞こえたことが報告されています。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。